ティっていうクローズなバーだからこそ質の異常が得たりとか、うん、要は自分たちのことを知っててファンになってくれてる人に何度も来てもらうっていうアプローチが可能になるので、うん、授業視点での勉強になるようなコンテンツを出していこうかなと思っていて、はい、こんにちは。今日はタイポの浦川に来てもらって、タイポが新しいコミュニティを始めるのでその話をしてもらいます。はい、お願いします。そもそもなんでトビッポが新しいコミュニティをやるのかだったりとか、今観光業界が大変な状況になっている中でタイポがやれることを今日説明してもらおうかなと思ってます。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。まず一番最初に新しいコミュニティを立ち上げるということで、その新しいコミュニティがそもそも何なのかっていうのをまずは説明してもらってもいいですか。はい、概要欄に貼ってるんですけど、これからの新しい観光について考えるっていうテーマのコミュニティを推薦です。いたしました。背景からいくと、まあ、今この旅行業界、観光業界がコロナの影響で超大打撃で、これから先がわからない、うん、で未来を誰も予測ができない状態になっていて、僕らもこういう業界の中にいるんですけど、それでもどうしたらいいのかわからない。いう中で、あまりに旅行の需要とか人間の移動したいという欲がなくならないと思うので、これからのコロナの中でどういう旅行とか観光の形が適切なのかとか、新しいスタイルの観光について一緒に考えていこうというようなコミュニティになっています。入ってほしい人としては、これまでは割と旅行きたい人、旅行者向けのコミュニティが多かったんですけど、はい、今回はどっちかっていうと観光業とかに携わってる旅館の方だったり、うん、飲食店だったり、あとはまあ地方自治体の方だったりとか、うん、割と業界寄りの方も半分ぐらいは入ってほしいなと思って、うん、旅行者の方に関してはもうちょっとリテラシーが高いというか、これからどう旅をしていくのがいいのかっていうのをちゃんと前向きに考えて、時代に即した旅をしたいなと思ってくれるような旅行者の方に入ってもらいたいなと思って。タイトルじゃないですけど、テーマ通り、まあ、これからの観光を考える人たちが集まって、はい、旅人と一緒に観光業界を盛り上げていこうよっていうコミュニティですね。そうですね。今日のテーマがコミュニティ戦略っていうのに書いてあるので、今日はどっちかっていうと事業者とか地域とか人を読んだり動かしたりビジネスをやったりとかっていう人たちの目線で、うん、なぜそのコミュニティを作るのが大事なのかっていうお話ができればと思います。ありがとうございます。はい、そしたらタイポではたくさんのコミュニティを作ってコミュニティの運営をしてると思うんですけど、このタイミングでなんでオンラインコミュニティを立ち上げようと思ったんですか。はい、さっきも言ったように、これからの先が見えない、わからない中で一緒に考える仲間が欲しいというのは大前提あるんですけど、事業者とか目線で言うとコミュニティの価値っていうのはこれからめちゃくちゃ上がってくると思っていて、例えば今って GoTo キャンペーンとかやったり、はい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 、でそれに便乗したいろんな各旅行予約サイトとかもいろんなキャンペーンとかやってると思うんですけど、なんかもう逆にやりすぎてお得なのはわかるけど、実際どこに行ったらいいのかわからないとか、どの宿が本当にいいのかわからない、うん、ちょうど僕もさっき GoTo キャンペーンを使いながらどこ行けるかなと思って見てたんですけど、うん、結局社内の詳しい人に聞くというか、うんうん、ありすぎてよくわからんからどこがいいのかどうしたらいいのか教えてって結局なりますと。でそれができるのって僕たちが旅好きの人たちが集まってるコミュニティがあって、社員もそうやし、その周りの友達ともそうやし、で旅好きが集まってるコミュニティがあるから、ここで適切な情報を得られる。で結局どれだけそので頑張って誘致をしたところで、最終的にはそういう口コミとか実際生の声っていうのが一番信頼できる情報になりますと、うんうん、なので結局僕たちもコミュニティを作ってるんですけど、そういうコミュニティっていうクローズな場だからこそ質の異常が得たりとか、うんうん、あとは今って旅行の情報とかなかなか発信しにくいと思うんですよね、うんうん、SNS でもブログでも何でもそうなんですけど、すぐ炎上してるのもめっちゃ見るし、うん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 、ってなった時にこれから前向きに旅行していきたいとか、うん、声を大にしては言えないけど実はもっとお客さん来てほしいみたいな、うんうんうん、っていうような旅行業界の人たちが集まって、その中で情報交換するのはまた問題ないと思うので、うん、そういう意味でこれからコミュニティの価値が上がってくるかなと思います、うんうん、であとはこのコロナの影響で大々的に見れないっていうのもそうやし、これまではもう東京オリンピックもあって国内にホテルとかを乱立して、とにかく両方重視で客取り合戦みたいな感じでやったと思うんですけど、もうそれができなくなりました。うん、でも売り上げとかを担保しないといけないってなったら、結局は売り上げって客数×客単価で、客数が抑えられないってなったら客単価どうやってあげるかっていうのを考えないといけなくて、で客単価どうやってあげるかっていうと、1人が落としてくれるお金なんで、何回も来てもらうとか、うん、来てもらっていっぱいお金を使ってもらうとか、そういう濃いったりもしてもらう必要があるかなと思います。でもちろん落としてくれるお金が高くと事業者は売り上げが立つから、それはそれでいいのは当たり前なんですけど、地域からすると税金払ってくれて、地域住民の声ももちろん尊重しないといけないから、これまでいっぱい人を呼んでコロナに持ち込まれたら困ると。でも事業者の人たちが潤わないと結局そこからまた法人税をしていくから、うん、事業者も助けないといけないってなった時に、濃いファンを持って何回も来てもらって、少ない人数だけどたくさんお金を使ってもらうことが大切かなと。でそれができるのがそのコミュニティの力かなと思っていて、うん、自分たちの宿でもいいし、地域でもいいし、
市のそのファンコミュニティみたいなのとか、僕が旅を運営するような旅を考えるリテラシーの高い旅とか集まってるようなコミュニティとか、そういうのがあることによってそこで情報を流すと自分たちのファンになってもらったりとか、何回も来てもらえるようなきっかけがつかめるんじゃないかなと思っています。なるほどなるほど。それこそ一時情報というか、一番最先端の情報を多分取り込めるのもそういうコミュニティだったりしますもんね。じゃあ実際にお客さんを呼びたいってなった時とかに、さっきも言ったようにファンになってもらって濃い旅をしてもらってなったら、絶対自分たちの地域の特徴が何でとか、自分たちの持ってる商品の特徴が何でっていうのをちゃんと自己分析した上で、じゃあそこに適切な人とか、どんな人に今来てほしいのか、例えば20代の独身の女性でインスタグラムが好きで SNS に投稿するのが好きな人が来てほしいとか、そういうのがあったとして、じゃあそういう人たちどこにいるんですかっていう話におそらくなると思うんですよね。でそれをまあ僕たちがこういうコミュニティをやってることによって、ここの中で情報を流せば実際の顔と名前が一致して、あ、この人に来てほしいっていうような人を呼ぶこともできるし、自分たちがコミュニティをやってればその中からまずその他の人たちにも来てもらう、要は自分たちのことを知っててもうファンになってくれてる人に何度も来てもらうっていうアプローチが可能になるので、特にその自分たちの地域の魅力をこの人に伝えたいとか、具体的なペルソナを決めた時に、じゃあどこにいるんですかって時にコミュニティにいますよというようなことができるようになるかなと思います。次はその新しいタイパのコミュニティ、これからの観光を考えるコミュニティがどんなことをやっていくのかっていうところをお話し聞いていきたいなと思います。はい、一番メインはイベントなんですけど、僕ら年間で200回ぐらいイベントやってて、それをコミュニティ内向けのイベントやろうかなと思ってますと。でこれまでは割と旅行者向けの旅を啓発するようなイベントが多かったんですけど、このコミュニティの中ではもうちょっと事業視点というか、受ける側視点での勉強になるようなコンテンツを出していこうかなと思って、で最近やってるので言うと、ゲストハウスの人とかを呼んで、これからゲストハウスどうなっていくのかっていうのを、JAL バックさんっていうその、JAL の配下の旅行会社さんとかを呼んでいって、これからツアーどうやって言っていくのかとか、海外旅行どうやって思っていくのかみたいな講座というかイベントをやらせていただいていて、でそれを週1本、年間50本ぐらいかな、をそのコミュニティの中でイベントをやるっていうところと、あとはコミュニティの特徴としてやっぱ横のつながりを作らないとダメなので、参加者同士の交流だったりとか、あとスラックっていうオンラインのチャットツールを使ってそこに入ってもらって、自発的にコミュニケーション取ってもらったり、あとは想定してるので言うと、例えばコロナ対策バッチリでもっとお客さん来てほしいと、でもなかなかそこの予算がなかったりとか、運営が足りなくて集客に手が回ってないけど、このコミュニティの中でこういう状況でこういう受け入れ体制があるから安心して来てくださいよみたいな、そういう情報を流してもらってもいいし、あと逆に旅行者側からして、これからどこに行くか迷ってるけど、どっか最近おすすめのとこないですかみたいな、そういう自分が誰かに聞くというか、そういうコミュニケーションも発生してもいいかなと思うし、オンラインで気軽にコミュニケーションを取れたり、あとは顔を合わせて Zoom とかでディスカッションできるような場を作っていこうかなと思っています。はい、今回はタイパの新しいコミュニティができるということで、これからの観光を考える事業者の人と旅行者、リテラシーの高い旅行者が入る新しいオンラインコミュニティの説明をしていただきました。はい、でこれから観光業界がどうやって進んでいくのか先が見えない中で、新しい観光について考えたりとか、一時情報、事業者側だったりとか地方自治体の一時情報が受け取れるようなコミュニティができるので、概要欄の方からリンク飛んでもらって見てもらえればなと思います。はい、次回はこれから観光業界にコミュニティが必要だっていう話をしていただいたんですけど、そのコミュニティを作るために大切なことだったりを話してもらおうかなと思います。はい、はい、今日の動画を見てもらって旅のコミュニティ入りたいと思ってくださった方はぜひですね、僕たちのコミュニティ入っていただいて、で特に業界の方とかはこの中に入ることで自分たちのコミュニティを作るための勉強とか、そういうのが体感ベースで学べるかなと思うので、一参加者というよりは、じゃあコミュニティどうやって作ってるんだけど、みたいなのを学ぶ目線でも来ていただけたらいいかなと思います。で次の動画ではそのコミュニティやる上でのノウハウとかを話していこうかなと思うので、次も見てください。ありがとうございました。